かんぴょうを立てる、うんね、やはりあのアンパンマンってね結構とあれが高いらしいですね、やっぱりね、著作権って言いますかね。まあでも、ね、近くの町にそういうのを巻く人がいないんで、はい、このトンボね、はい、これトンボです。ハートね、可愛くて、なんで無理して切らずに2回ぐらいできる、そのぐらいでちょうどいいかなっていう感じです。はい、いきます。こんな感じですね、車、はい、という感じでね、とても男の子なんか喜びますね。これから、単語の、はい、目がついた、はい、できました。はい、パンダちゃんね、ちょっと見づらいかな。はい、お花見行くのに作り始めてね、みんな帰ってくる頃に出来上がりますので、中の1本か2本巻いてね、あとは自分おかずつけてということですね。はい、いいですか。はい、あ、撮れますか。ゴッホの今日はひまわりを作ってみます。はい、こんな感じです。はい、あと1分お待ちください。すいません。はい、それでは皆様、2分に参加されるお客様、この会場を一旦コートをお持ちになって出られた後、付録の方へお預けでもちろん食べ物ですから美味しさが一番ですよね。その次に作る楽しさ、今日本なんか特にね、自分の家で作るっていう楽しみがないですよね、あんまりね。かえって外国の人の方が作るのかもしれませんね。ですからぜひこれを機会にですね、子供にお寿司で、きっとねお母さんが作ったお寿司はね、いくつになってもね覚えてますからね、はい、実はこれをですね、中央に